ジョン・トムソンは、スコットランドの作曲家。トムソンは、ロックスバラシャーのスプローストーンで、スプローストン教会の牧師の息子として生まれた。彼は1829年の夏に、エディンバラで、メンデルスゾーンに出会っている。メンデルスゾーンは、彼が1826年に作曲した、時に同な生での荒々しいパッセージと、シューベルト風の暖かさが合わさった。 ピアノ三重奏曲と単調を称賛している。また、メンデルス・ゾーンは1828年作曲の生き生きとしたロンドも気に入っている。二人は友人となり、メンデルス・ゾーンの姉のハニーは私が知る中で最高のイギリス人と称え、彼を好んでいたとされる。トムソンの破単調の三重奏曲も両作であると記録される。トムソンは メンデルスゾーン一家からの紹介状を携えてドイツへ留学し、1838年にライプツヒで3つの歌曲ドライリーデルを出版した。ジョン・パーサーが主張するところによれば、これらの歌曲はシューマンが演塾の様式で歌曲に取りかかる2年前の出版であるが、後に出るシューマンの作品以外にはそれまでに、被見し得るもののない出来栄えである。その第一曲のカイナー、 シュ春杯とトークターンは、バイロンの詩である、ゼア・ビーナ・オブ・ビューティー・エス・ドーターズを、他の曲に合わせてトムソンがドイツ語に翻訳したものである。トムソンは1838年に、エディンバラ大学発のレードスクール音楽科教授となった。音楽学者としては、スコットランドの民謡ボーカルメロディーズ・オブ・スコットランドを編纂している。また、彼は、演奏会の曲目を、 いかに演奏すべきかを、批評的に分析したプログラムを配布した、最初の指揮者の一人である。彼の作品には、ピアノのための良質なバガテルや、六部のグリー・ウィズ・ウィスパリング・ウィンズ、三つのオペラ、フルート競争曲、フルート四重奏曲、演奏海洋アリアなどがある。しかしながら、彼は1841年に死去し、短いキャリアに幕を引いた。その後、 トムソンの作品はあまり演奏されなくなったが、ジョン・パーサーのスコットランドの音楽シリーズで取り上げられ、スコットランドのケルソの人々が企画した2005年のトムソン生誕200周年祭が模様されるなどして、近年復活の兆しを見せている。3作目のオペラ、ヘルマン、オアザブロークン・スピアへの助曲は録音されており、このリンクから視聴可能である。注釈出典。ありがとうございます。